オリイジネズミは、新無毛鳥目、トガリネズミかジネズミ族に属する、哺乳類である。日本固有種であり、天マ大島及びカケロマ島、徳之島にのみ生息する。天マ大島で1922年に採集され、1924年に新種記載された。生息数が少なく、生態はあまりよくわかっていない。なお、主匠名オリイは、 動物最終化である、オリー表ジロへの懸命である。日本のジネズミ類の中では大型である。手足や爪も大きい。東道町は約70から90ミリメートル、尾長は約40から50ミリメートル、体重は12グラム前後になる。ジネズミに比べ、明るい茶色の体毛を持つ。天見大島の常緑紅葉樹林でよく、 確認されていたため森林性の種と考えられていたが、カケロマ島での確認地点が20歳と、常緑公用樹林の境付近であり、それ以外の場所でも生息している可能性がある。もともとジネズミクロキドラダシナズミの足として報告されたが、現在では別種であるとされている。ジネズミとは禁煙性が認められず、アマミのクロウサギや、 アマミトゲネズミなどと同じく大陸からの遺材種ではないかと考えられている。また、アモミ群島及び沖縄諸島には同族の渡セジネズミクロキズラ渡せいが分布しており、本種とは異なり、草原性の種である。渡セジネズミ用の罠では、オリイジネズミが捕獲できないことがわかっている。ありがとうございます。